こんばんは。こんばんは。ちょっと皆さんが集まってくれるまで待ちたいと思います。紙飛行機さん、こんばんは。マカさん、こんばんは。ジュンツーさん、こんばんは。お、みんな来た。魔王モグデさん、こんばんは。声ちゃんと聞こえてますかね。こんばんは。ジャパニーズ暇ですまん。面白い。こんばんは。お、聞こえてる。嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。あ、やべ、シェアするの忘れちゃった。はじめましてってシェアするの忘れちゃった。ちょっと待っててくださいね。シェアしますね。はい、シェアしました。はい、どうですか皆さん。めっちゃタイピング音。あ、ごめんね。あのね、マイクを、MacBook のね、あの配信に使ってる MacBook のマイクで使ってますので、まあ、あのマイクをね、MacBook のマイクで喋ってますので、タイピング音めっちゃ聞こえるだろうけど、ごめんなさいね。ご無沙汰しております。はい、こんばんは、こんばんは。こんばんは。シュールな絵面。そう。ということで、もうそろそろいいかな。始めちゃおうかな。もうちょっと待とうか。あと3分ぐらい。始めるまで待ちましょうか。そう、エプロン姿ね。このエプロンつけるつもりじゃなかったんですけど、つけた方がいいと言われましてですね。つけてます。なんで台所？ああ、そこら辺の方もいらっしゃるんですね。ちょっと待ってくださいね。まあ、今日は、そんな方にご説明しますとですね、まあ、プラチナリズムの暇なんです。今日は竹内会ということで、チャーハンをですね、作って食べたいと思います。それだけです。この間僕の初の竹内会やったんですけど、その時にこう、これから何やっていこうかみたいなのをこう皆さんとね、コメントとね、僕とでこう話し合ってですね、まあ、いろいろ意見をね、みんな出してくれたんですけれども、まあ、その中で、まあ、僕が普段っていうか、今までやってた、竹の実っていう一人の個人配信のやつの、なんかこう、発展版じゃないですけど、ね、飯作って、まあ、それをね、当てにお酒飲んで、まあ、ちょっとみんなとこう、話すみたいな、コメントで話すみたいな、それどう？みたいなのも、コメントの一つで、案の一つでありまして、もう今日はちょっとそれやってみようかなということでございます。チャーハンで1時間持つ。 いや、作るとこからだから。逆に俺焦ってますよ。1時間で作れるかどうか。1時間で作って食わないといけないから、それが果たしてね、できるかどうか、わかりません。あともう2分ぐらい。夕飯にチャーハン追加になりました。ほんと。作れるよ。エプロン柄がおしゃれ。いや、これは僕の趣味じゃないですよ。今着させられてます。ありがとうございます。15分で作れるよ。そうでしょ？いや、でもそうだけど、いろいろほらあるじゃないですか。いろいろなんかやったりね、寄り道もしたいじゃないですか。マリモッコリのだよね。顔認証されてる。あ、そうそうそう。これね、今、iPhone のカメラをね、こう、キャプチャーして使っております。なので、この角度が可能になったわけですね。なかなかこのキッチンで、こう、どう映したら、こう、ね、見やすく、こう、映るかなっていうのを、ちょっと、今日のね、日中、検証してまして、まあ、これがいいだろうということで、やっていきたいなと思いますけれどもね。はい、ということで、じゃあ、もう、正式に始めていきましょう。
はい、皆さんこんばんは。フラチナリズムの暇なんです。今日は私ベースの竹内和弘会でございます。今日は何をやっていくかというと、チャーハンをですね作りまして、でそれでチャーハンを作ったチャーハンとビールでみんなで優勝していこうという、よいしょ、こういうあの趣旨でございますので、まあ一緒に作られる方作ってください。ぜひね、あのスマホとかをこう自分のキッチンに置いてね、あの俺がチャーハンを作ってるのを見ながらチャーハン作ってくれてもいいですし、まあ、単純にね、あの生配信楽しんでもらってもいいですし、まあ、各々の楽しみ方をですね、この暇なんですを、各々の楽しみ方として使っていただければ最高でございます。とりあえず僕はチャーハンを作ってビールで優勝します。で一個先にこう言っておきたいことといいますか、これ今カメラはここなんですよ。で配信してるカメラがそこにあって、でみんなのコメントを見る用のパソコンがねここにあるの、この目線の先にあるから、結構こうコメント読むときとかは目線が下がっちゃうし、しかも料理作ってるときはこうここだから見れない可能性もあるんですよ。まあちょいちょい気にはしますけれども、本当はねここにねこうあればよかったんですけど、こうやって見れるのがね iPad とかさ iPhone とかでさ、ただ iPhone これカメラで使っちゃってるんでちょっとできないということで、そのみんなのコメントを見る用の PC をここに置いてるので、ちょっとこう見ながらこうやるので、ちょっと飛ばしちゃう可能性もあるかもしれません、コメント。その時は本当にあの悲しまないで、そういうこともある、頑張って読むけど悲しまないで、決してこれね無視してるわけじゃないから、ということで作っていきたいんですけれども、誰も100個投げたよ。あら、ありがとうございます。あらららら、そういうのもね、あるんですね。はい、ということで、それをですね、あの、念頭に置いといていただいて、ちょっとやっていきたいなと思います。ということで、竹飯&竹飲み、チャーハン作って、ビールで缶&パイして、みんなで優勝しようの回、スタート。まずはですね、グラスに氷を入れます。そしてですね、カットレモンを、絞ります。ギャッとギャーッと力強くね。これ音量ちっちゃいとかないですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、よいしょ、ますね。で、金宮焼酎、これを、適量入れてください。はい、適量入れてください。結構金味はこうすっきりしてるので、結構あの多めでもいいかもしれません。ちょっと少なすぎると少し物足りない感じがしてしまいます。あの味の濃いめのね焼酎だと入れすぎるとねその味に支配されてしまうんですけれども、これは結構すっきりしてでもこう味わい深くなるサワーが感じになってるので、まあ、気持ち多めの方が僕は好きですね。はい、はい、そして、炭酸水を開けます。おいしゃ、飲みながらやるんですね。あ、そうですよ、こうやっぱみんなのコメントできれば読んでいきたいからな。音量大丈夫だよ。あ、よかったよかった、ありがとうございます、助かります、助かります、そういうこと言ってくれるとね。で、入れますね。はい、入れました。で、大事なのは軽く混ぜる。あれ、レモン捨てちゃった。あ、電気消えちゃった。こっち、はい、軽く混ぜてください。そして缶パイ、YouTube でナンバーガールのね向井秀徳さんがなんか動画やってて、それでレモンハイを作るっていう動画があってですね、これ結構
何年前ぐらいだろう、3年前ぐらいかな、それを見てて、でそれ金宮でレモンハイを作ってたんですよ。でそこまで、それまで俺全然家でレモンハイとか作る習慣がなくてですね、でそれがなんとなく頭の中に残ってて、で1年前ぐらいにふとした時にちょっとレモンハイ作ろうっていうことになって、で作ってみたらめちゃめちゃ美味しくて、そっからもうハマってますね、家でレモンハイ。美味しい。カマンドパイ、カマンドパイ、カマンドパイ、皆さんカマンドパイね。まあいろいろこういうね、いろいろ大変なこともありますけれども、この時期、ただこう、まあもちろん気をつけるべきこと、するべきことはした上でですね、しっかりその中でできる自分の人生のね、楽しみをこう謳歌していくっていうのは、これはきっと誰にもまあダメだって言われるね、筋合いはないですし、すごく僕はそれでこそなんか問題にも立ち向かえると思うので、今日は本当に楽しんでいきましょうね。無農薬の国産レモンを凍らしてレモンハイで作ると美味しいよ。わあ、うまそうだね。ああ、美味しい。もう間に合うのかな俺。もう10分経っちゃったな。1時間でやりたい。はい、ということで作っていきましょう。まずはね、スープ作っていきます。チャーハンといえばスープですからね。このなんていうの、チャーハンだけでちょっと味気ないじゃないですか。なのでスープを作っていきたいと思います。まあそのなんていうんですかね、元気をモリモリこうつけたいですから、ちょっと生姜とニンニクの香りの効いたスープを作っていきたいなと思います。まずは玉ねぎ、玉ねぎ切っていきます。料理してる、一緒に料理してる人とかいるんですか。この間の配信でね、結構一緒に料理作って自分のどんなんだったか見せ合うみたいなね、後々ツイッターとか SNS ね、それも楽しいなと思いましたね。ぜひぜひ私のチャーハンこんな感じっていうのですね、一緒に作りながら、後で暇なんですのハッシュタグねつけておいてくれれば、まあ、フレッチナリズムが暇なんですつけておいてくれれば、僕英語させてみますんで、ぜひともそれはそれでいろんな楽しみ方の一つとしてやってみてください。やれる人は、でお酒飲みながらね、こう YouTube 感覚で見ていただいても全然構いませんしね。玉ねぎを切ってきます。スープで俺繊維が残るのはあんま好きじゃないので、結構ねこう昔の子供の頃の苦手なやつの名残で、玉ねぎは嫌いじゃないんですけど、あれなんですよ、ちょっと繊維が残ってるやつがあまり好きじゃないので、繊維に逆らってちょっとで、ちょっと煮たらすぐクタッとなるように細かめに切っていきたいと思います。玉ねぎもね美味しいよね、本当に。そのなんていうの、秘めてるよね。なのになんであんな子供に嫌われる、なんていうの、悪強いけど好きになったら好かれるタイプみたいな、人で言うとなんか近寄りがたいけど、一旦好きになったらもうすごいコアな友達がいっぱいいるみたいな食材な感じがしますよね、玉ねぎって。こんなもんかな。でスープはしかもね、あれが効きますから、なんていうんですか、あれ保存が効きますから、明日も飲めるしね、量は大体で大丈夫です。で、玉ねぎをちょっとくたるまでやっていきます。シャキシャキ感ってあんまりさ、子供の頃苦手じゃないですか。好きな人いるのかな。俺オニオンスライスとか嫌いだと思うな、本当に。今が超好きです。皆さん思い思いの時間を過ごしてるんですかね、何されてるんですかね。まずは柔らかくしたいものから先にね、ちょっと時間のかかるものからやっていきたいと思います。コメント欄も見ながら、まだ自宅への
帰り道、あ、ほんとちゃん、ネギ系無理です、大人のくせに。まあ、そういう人もいるよね。ずっと好きな方もいるんだ。ありがとうございます。あの、さっきもちょっと冒頭で言ったんですけれども、ちょっとこういう感じでやりながら、でしかもコメント見るのがここなので、ちょっと拾えないやつもあるかもしれないですけど、それは本当にごめんなさい、先に謝っておきます。なるべく見るようにします。はい、で、この間にマジの料理番組みたいだね。生姜を切っていきたいと思います。これがスープにするとうまいんですよね。やる人いんのかな。俺好きなんですよね、生姜のスープ。これを洗ってやるから。しかも、するとかじゃなくて、しっかり生姜を食材の一つとして楽しむ。どんなもんだろうな、こんなもんかな、もうちょいかな。で、こんなもんでちょっと様子見ていきます。大体でやっていかないとね。分量はちょっと分かんないですけど、細切りにしていきます。ただちょっとあのしっかり細切りにしてあげないと、生姜って結構癖が強いし、あんまりブロックだとね、本当に生姜食ってるだけみたいになっちゃうんで、ただ一つの具材として成立させるためには、しっかりこう薄めにこう切ってってですね、やってあげないと。そうするとしっかりこう細めに切ってあげると美味しいんだよね、スープに入れてもね。もうちょいあってもいいかな、どうだろう。でも結構あれだから、スタミナつけたいしね、元気になってほしいですしね。ちょっと多めに入れちゃおうかな。こんなもんだな。ちょっと多めに入れて失敗したなって思うランキング高めだもんね、生姜ってね。こんなもんにしときましょう。で、プラスで、まあ、生姜といったらニンニクですよ。ニンニクも少しだけ入れます。元気になるようにね。皆さんもね、いろいろ大変だとは思うけれども、本当にまあ、できる限り食べれるものは食べてね、やっぱりこういう時こそこう自分の心はね、健康に、心と体はね、健康にね。まあでも大変だよね、外出れないのもね、辛い人もいるでしょう。ニンニクはちょっとだけにしておきます、香り付け程度に。ニンニクはでもね、みじん切りでいいかな。ニンニクはこれ細切りにしてね、別に食いたいと思わないでしょ。だからニンニクはみじん切りにしていきたいと思います。大丈夫ですか皆さん、今日の暇なんですが、これはこれでありですね。こうお酒でも飲みながらさ、こうやってってください。ぜひとも体がポカポカしそうだ。あ、そう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 、それがね、もうね、やっぱね、あれですよ、体ポカポカスープです。大事なのは心も体もポカポカ、薬味スープですよね。生姜と玉ねぎと、あとエリンギをね、なんかこう、小指とかですね、スーパーで超量り売りで超いっぱいだったのを買ってきたらしくてですね、それをちょっと使ってね、具材として使おうかなと思っております。これをやりながら作るのが美味しいんだよ。あ、うまい、うまい。美味しい料理は元気のもとですね。ね、そうだね。睡眠時間3時間ですけどいや、ほんとね、体調管理は気をつけてくださいよ。危ない危ない危ない。はい、
今ちょっと玉ねぎがちょっとくたるまでね、煮込んでおります。その間にスープに必要な材料を今切っております。玉ねぎはこれはもう OK、 くたるまで焼ければ OK。 ニンニクもこれはいつか使えるから OK でしょう。次はエリンギ切ります。これすごくない？このエリンギのこれもっとあった、2倍ぐらいあった。ただエリンギをスープにしたことないのでちょっと冒険です。なんか今日固まる。あ、やっぱり。あ、でもあれだね、大丈夫かな。そういうやっぱね、ダメな方はいるかもしんないけど、マイクかと思ったぜ見えなくはない。まあ、とりあえず結局ね、エリンギも俺ね、生姜もニンニクも、エリンギってそんなきっちり通さなくていいと思うし、寄せといて切っちゃいまーす。エリンギも洗ってあるんで、どう切ったらいいかな。エリンギスープ、エリンギをスープで食うってさ、半分ぐらいにして、でも若干なんつうの、食感は欲しいよね、やっぱキノコのね、キノコだし。だからこれもちょっとこう、あの短冊切り的な、短冊切りって正確な短冊切りではないですが、短冊切り的な感じで食感残す感じでいきたいと思います。エリンギって美味しいよね。エリンギ歯ごたえいいよね。そう、歯ごたえがね、美味しいんですよね。こんなもんでいいような気がするな。はい、OK。玉ねぎどうでしょうか。まだ全然硬い。これ玉ねぎ舐めてたわ、これ。玉ねぎのこと。まだ全然硬い。これじゃあ今入れちゃったら、玉ねぎが柔らかくなる前にスープが仕上がってしまうので、その間に、チャーハンの材料を切っていきたいと思います。じゃあ大丈夫ですか、皆さんついてこれてますか。よし、自宅でお仕事終了。お酒飲む、いいね。髪型もどことなくエリンギ本当だね。適当でも美味しくなるやつ。ということで、スープの材料を少しこちらに置いときまして、ただね、生姜もね、生姜も意外とこう、あ、でも生姜は結構シャキシャキって美味しいからね。これ結構こいつらは最後にバシッと入れるんで、雑に分けておきます。切ってるだけですけどね。じゃあチャーハンの具材を切っていきたいと思います。今日はね、チャーハンですけれども、私のチャーハン、暇なんですか。暇なんですレタスと豚バラと、あと卵とネギ、このシンプルな。で、とあるですね、まあ、皆様ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、札幌のとあるお肉屋さんがですね、はい、ジンギスカンを送ってきてくださいまして、まあ、それを食べるためにジンギスカンのタレを買ったんですよ、僕。で、そのジンギスカンのタレ使ったらチャーハンめっちゃ美味しくなるんじゃないかなと思って、結構味がジンギスカンのタレ濃いのでね、まあ、具材はシンプルにレタスと豚バラと、卵と、ネギ、これでちょっといってみたいなと今日は思います。結構チャーハンってアレンジが効くからいいよね。ということで、まずレタス、レタスのチャーハンさ、初めて食った時めっちゃあれ衝撃じゃなかったですか。レタスってチャーハンにレタスってと思ったけど、
え、こんなに美味しいんだって思いませんでした。レタスチャーハン俺好きなんですよね。外葉はね、でもね、俺外葉こそあのチャーハンとかに使ったらいいと思うんですよ。あのあれには使えないけど、サラダには使えないけど、こういうちょっと色が悪いところがあって、もうこのレタスなんかもこうですよ、こうですよ、こうで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 すよ、こうで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 すよ、眠いよ、で、こうで、こうですよ、まあもうね、もこみちじゃあるまいしね、適当でいいんですよ、こうで、こうで、で意外と、ほんと葉っぱもので気をつけなきゃいけないのは、あ、ちょっと多くなっちゃったなって、ちょっと多く入れすぎたなと思ったけど、火通した瞬間あいつらはもう存在感なくなるからね。ほうれん草もだってこんなにいらねえなと思ったけど、火通してみたら全くいなくなった、いなくなるみたいな現象あるじゃない、葉っぱものって。だからそれ気をつけてください皆さん。はい、ただ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 こんなもんかな。ちょっとわかんない、今日はちょっと2人前作りますので、こんなもんないような気がする。その葉っぱもんで結局さ、体積少なくなるよねっていうのも加味した上で、こんなもんな気がします。で、次はですね、なんか感心するな、だけど家庭的ジンタレは万能なのか、あいや、いや、ジンタレ、その、わかんない。今日万能なのかどうかを今日検証する動画でもありますからね。ちょいちょいいなくなってごめんなさいね。冷蔵庫はこっちなもんでね。レタス洗う前に、ちょっとレモンを洗いまして、これがやっぱチャーハンには大事なんですよ、レタス、あのレモンがね、レモンが。今ちなみに何分、時間的にはもう26分じゃん。ほらやばいですよ、言ってきますけど。でも今日はこの料理を皆さんと作るというか、料理を作って最後食って惜しかったで終わりですから、あのまあちょうどいいペースぐらいかな、今のところ。これの計算上では頭の中のレモンをくし切りにカットします。種とかも気にしません。種は結局もう飲んでも出るだけだから、最終的に。で、絞って、なんか怒られる。金宮ですね、金宮を適量、飲みまでいける。でもだから食べながら飲みながらだろうね。これ、俺、ウィルキンソンどこ行った？あったんですよ。はい、ということで、料理してる人いますか？それとも皆さん見てるんですかね？玉ねぎどうなった？忘れてた、さすが。うん。まあ、こんぐらいがいいでしょう。OK、 混ぜてない。うまい。まずレモンをしまいます。やっぱね、料理って僕そんな毎回料理しないんですよ。別にコンビニ飯でも全然大丈夫な人間なんですけど、してみると楽しいですよね。決してなんかこれでなんか毎日してるみたいなことじゃないんですけども、全然むしろしない方の人間なんですけど、たまにすると楽しいですよね。焼酎の銘柄、金宮です。なので玉ねぎができたので、言うてもちょっと生姜にも火通したいので、生姜を投入します。
いや、ちょっと待てよ。全部行くか。エリンギもそんなクタクタにしても、キノコって結局そんな食感なくならないじゃないですか。あの、おネギとかと違って。だから、もう全部行っちゃいます。ニンニクもいっちゃいます。人参とかあると良かったんですけどね、彩り的に。ちょっと今日人参切れてたんで、まあ、彩りは綺麗じゃないですけど、まあいいかなと。というとこでございます。エリンギしまってなかった。全部投入。チャーハンはいつ？今から。ちょっと待ってね、ごめんなさいね。全部投入。残り30分。ちょっと、焦らないでくださいよ。本当に。行くから。なんかもう、あの、今ゆっくりな感じするでしょ？山的には、ゆっくり行って、ゴール近くでバーンって一気に加速するから。ちょっと具材が柔らかくなるまで、スープはほどほど煮込んでおきます。レタスを洗います。メモっていう人がいる。何これ、メモっていう人面白いの。え、そのメモ全部投入って、なんか今メモっぽい感じがしましたけれども、エプロンつけてやってるよ。エプロンかわいいってみんな言ってたよ。レタス、洗ったレタスを水切りまして、で、次は、なんだっけ、ネギだ。ネギ切ります。あ、え、あとなんだっけ、玉ねぎ。じゃあ豚バラ、豚バラもちょっと切っとこう。豚バラ解凍したやつがあるんで、切っときます。田村さん30分延長したよ。まあ、延長 しなきゃいけないときはね、したらいいと思うんですけどね。豚バラも、まあ、適当なサイズに切ります。あまり大きすぎてもあれだから。え、ベーコンみたいに切るべきか、それみたいに切るべきか、どうでしょうかね。ご飯誰かに作ってあげたことに伝わりますよ。スープすでに30分間違いない。違う、スープは煮込む時間があるから。みんなが意外とね、あれだわ、その1時間でチャーハン作るってやつを俺にプレッシャーをかけてくるスープ残り30分っていう人がいるわ分かってるから。で、スープすでに30分だ。で、豚バラも OK で、あとはネギですね。スープ火弱いんだわなんか確かに、あの、みんなで言いながら作っていくの面白いですね今。誰さんだ、キーくんさんがスープ火弱いんじゃないって言ってくれなかったら今調整しなかったもんね。みんなで作っていきましょう。アクは一応取ってきます。そんなに出ないですけどね。仕事の合間に来ました。ありがとうございます。お仕事やられてる方もいらっしゃるんだね。すいません、料理作ってるだけなんですけど、申し訳ないですけど。ネギネギ。野菜の枠は取らなくていいらしいよ。あ、マジで？そうなのか。いや、そこら辺も、俺も、まあ、オールモストでね、結構やってるので難しいんですけど、ネギ入れます。ネギはやっぱりあれですか、チャーハンの、あ、でも俺、どんなもんだろう、どんなもんかな。ご飯が炊けてなかったら笑うな間違いない。でもそれは安心してください。あの、もう酢で炊いてあります。その心配は通り過ぎました。
で、またキー君さんに言われる、スープ火弱いぞって言われる。電子レンジないの。いやいやいや、そうだけど、電子レンジはあるんだけど、今あの配信用の PC をレンジのところに置いてんのよ。だからちょっとできません。粗めに、あ、たまネギ俺もうちょっと多くてもいいような気がするな。ネギ多めにちょっといきたいと思います。さすがマキネ、酒飲んでるので手切らないでね。はいはい、気をつけまーす。ちょっとネギは多めにいきたいと思います。その方がチャーハン美味しいしね。うわ、もうすでにあのスープのね、生姜がいい匂いしてきた。あー、生姜のスープって最高だよな。やばい、あと何分？コメントで教えてください。結構粗めでいっちゃいます。食うとこまでいけなかったらどうしよう。マジでショック。それはしょうがないか。24分、ありがとう、ありがとう、ナウ、ありがとう。つーちゃんさん、タイムレコーディングうまいな。手打ちこれ作ってみるみたいなのも面白いかもしんない。もしかしたらなんていうの、あのみんながお題出してくれて、俺がそれ作ってみるっていうので、みんなが結局ちっちゃすぎて、みんながやいの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 言うっていうのも面白いかもしんないですね。おいおい、サンバちゃん、手際いいじゃんねえかよ。もう一品行こうぜ。無理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 だよ。今俺戦ってんだよ、時間と。キーマカレー作ってほしい。俺キーマカレー作れねえな俺。はい、ネギ OK ですね。で、あと卵、超シンプルです、ほんと今日のやつは。あ、俺ちょっといいこと考えちゃったかもしんない。さっきちょっとニンニクが余ってたから、どうせジンギスカンのタレで料理とかチャーハンの味つけるから、ニンニクもちょっと入れてもいい？ニンニク入れていい？ニンニク入れていい？ニンニク入れていい？チャーハンに。え、ニンニクを、いや、じゃ残ってたのだね。次はハンバーグ作ってほしいな。料理名だけで想像だけで何か作ってほしい。それも面白いね。いや、そういうのも面白いね。まあまあ、あのちゃんとね、ちゃんとゴールはちゃんと食うとしてね。ちょっとニンニクも入れちゃいたいと思います。さっき残ってたやつだったんで、ちょっとこれを冷蔵庫で保存するよりは入れちゃいたいです。もう元気飯っつうことで。ビールで優勝するまでのあれなんだけどな、動画なんだけどな、動画じゃねえ、生配信なんだけどな。闇鍋的な、竹の実ゆったりして配信想像してきたら時間に追われてるやん。確かに俺のいつもね、むしろあの昨日田村さんが延長したの、延長癖は結構俺の方があるんですけどね。その俺が昨日そんなことない田村さんが延長しといて、俺が時間に追われるっていうね。まあ、ちょっとその風味程度にニンニクは入れていきたいと思います。スープもうそろそろじゃない？
スープもうそろそろじゃないですか。うわ絶対いいわ。好きなんですよね、俺この生姜とニンニクのスープ。あ、バッチリバッチリバッチリ。おとといね、おとといか。あ、そうかそうか、田村さんね。竹内さんのチャーハン優勝300人が待ってる。確かに、確かにね。まだスープで手こずってるっていうね。で、鶏ガラスープで味付けていきます。鶏ガラスープと、醤油と、塩と胡椒。スープの味付けはそんなもん、はい、そんなもんでしょう。鶏ガラスープ入れました。あ、鶏ガラスープうまっ。鶏ガラスープ美味しい。あ、いいね。でもやっぱ醤油っ気も欲しいな。醤油っ気も少し欲しい。ね、醤油どっち、ここ、え、どここっち、こっちか。醤油、はいはいはい、ありがとう。醤油っ気もちょっと欲しいね。そんなもんじゃないですかね。あ、うまい。あ、生姜今入ってきたけど、まあ、ちょっとこれでちょっといっぱいいけるわ。あ、うまい。バッチリです。あとはちょっと塩で締めて、これで、あー美味しい。あー、もう喉がいい感じにホッとホッと。うまい、オッケー、スープ完成。見てるだけで味が伝わってくる。ほんと？味見の仕方がお母さん。ピザのデリバリーでこっちは準優勝狙っちゃうぜ。いや違う、ハヤト、ピザのデリバリーも優勝だよ。なので、スープができました。スープは後で温め直すとして、じゃあチャーハンいきたいと思います。42分、あと15分。卵って新しいのからあげちゃってるんだよね。オッケーオッケー。ニンニクはもうまな板使わないので、使わないからいいよ。卵を溶いておきます。ジンギスカンのカレーは結局ね、お醤油ちょっといいよね。あ、なるほどね。卵2個ってたっぷり。あ、そうなの。でも2人分だったらあれなんじゃないかな。そんなことないのか。さあ、ということで、もう皆さんオールモスト、もうゴールですよ。むしろもう計画通りと言っていいぐらい。で、さっきスープ始めしたやつ、これはちょっと洗って、チャーハン温めたら、隠し味にマヨネーズ、マジで。そんなのもあるんだ。これ、ニンニクは溢れてしまったね。はい、ナイフと包丁はもう使いません。包丁はこっちに置いといて。
45分。ちょっと一回落ち着こう、一回落ち着きましょう。いや楽しいですね、あの皆さんとこうコメントを読みながら、ね、本当になんだろう、コミュニケーションが楽しいんだよね結局ね。何が楽しいのかっていうと、この生配信のこうみんながあのまくれメモさん、そうこうなんつうんだろうね、なんか楽しいんだよな、好きですね僕は。あと15分、はい、やりますよ。延長して一瞬飲もう、チャーハン食べながら。そうね、で、ご飯は、こういうとこが、書いててくれましたので、これ使っていきたいと思います。よし、チャーハンいくぞ。ただ中華鍋じゃないんだよね、そこが懸念点。スープ、塩コショウ登場せず、いやもうしたよ。もうねごま油もあるけど、ごま油だとあの最終的にジンギスカンのタレでいくので、ちょっと喧嘩しちゃいそうなんでやめときます。お肉が少ないかな、どうなんだろう。お玉もなんか、お玉、ちょ、そうか、チャーハンっつったらお玉ですから。これさ焦げちゃうかな、あ、焦げてる、剥がれちゃうかな、お玉でガシガシやったら。それは大丈夫、そんな強くやった。お肉カリカリ、カリカリがいい。いや、メモさん、あなたが食べるわけじゃないですか。剥げる、剥げる、やっぱ剥げるような気するな俺なんかね、ちょっと危険。いやそうよね、ありがとうコメント。ちょっとやめときます、ちょっとスプーンに使う。これで、うちにあるのちょっとこれでいきたいと思います。でやっぱりこう皆さんね、こうそういう経験のある方が豊富ですから、特にプラチナリズムのね輪の中にいてくれる方っていうのは非常にコメントのアドバイス助かります。はい、ということでご飯をこっちにセットして、あれ、しゃもじ、しゃもじは、しゃもじ、しゃもじここ、あ、しゃもじは、しゃもじは入れといて、はい、じゃあ作っていきたいと思います。あんまりこう振っても意味ないからね、中華鍋じゃないからね。わ、うまそう、もうすでに美味しそう。ご飯はちょっと調整しながら、こんなもんでいいかな、舌も食えるし。あ、お肉を炒め忘れたという今状況になりました。皆さん、お肉がまだ炒まってません。うわ、これで6つ食うのむず、初体験。結局ね根性ですよ、チャーハンは根性。こう皿回してどうこう言わすタイプ感じでできる感じじゃないからな。これはちょっと未知の体験だったわ。ちょっとお肉焼けなくなった。あ、一旦避けといてお肉やる。あ、そうね、ちょっと俺荒技をやるわ。ここでこうやって、ここでお肉やるわ。もうここでお肉やるわ。ここでお肉をやっといて、のこっちはちょっとこう潰しつつ、の潰すというか分けつつ、の
肉はここでやりつつの、それはだいぶ荒い。いいの、いいの、それでいいの。いや、お肉ちょっと少なかったのかな。どうした。でもね、最終的にね、元も子もないこと言いますよ。美味しかったらいいの。お肉ちょっと少なかった。うわー、ちょっとこのフライパンで俺チャーハンやったことないからちょっと分かんないな。はい、もういいでしょう。はい、おネギを投入します。わあ、うまそう、おネギ。わ、もううまそうだもん。これでもう正解よ、優勝よ。どうですか皆さん、今鍋振ってる方いらっしゃいます。ちなみに俺と一緒に結構そのコメントで一緒に作ったら面白いみたいなこと言ってくれてる人たちがいたんですけど、で俺もそれでなんかこう、あ、いいじゃないって、その気になっちゃってやってるんで、それでそのコメントした方がやってなかったらもうそれは怒るよ。これあ、うまそう。やばい、今みんなごめんね。やってないよじゃないんだよ、もうできて食べてる。どういうことだよ本当に。全然俺を焚きつけるだけ焚きつけてみんなやってないやん。そんな仕打ちある。はい、ネギもいいでしょう。でレタスを投入します。いや、こいつがね、さっきほら葉っぱもののあれで話題で出ましたけれども、今こんな緑だけど結局もういなくなるかもです。お前のその最初の勢いどうしたのっていうぐらいいなくなりますからね、こいつが結局。あとはもう楽勝ですよ。あとはもう楽勝です。やばい、今何分？52分。もうごちそうさまでした。え、何、飯食っちゃったってこと？ひどいですね。あとはもうレタスがしんなりしてくれたら、で味付けたら終わりですから。意外とパラパラしてきた。わあ、うまそう、レタスチャーハン。これはうまそう。あ、結構こぼしちゃった。意外と調子乗ってるとこぼしますね。お、換気扇今日できる？はい。音あれですか？大丈夫ですか？今うちのディレクターから換気扇今日できるという指令が入りました。うわ、もういいわ。うわ、うまっ。タレ行きましょう。ジンギスカンのタレを。しかも若干俺ね、ちょっとね、焦がした方がうまいんじゃないかなと思ってるから。しかも濃いですからね、気をつけてくださいね。あ、いい匂い、すごい。あ、もうこんなん絶対うまい。こんなのはもう絶対うまいよ、みんな。そのタレ好き。あ、知ってる人がいる。これなんかね、なんとなくね、ジンギスカン買うならジンギスカン、あれ？ジンギスカン食うならジンギスカンのタレないとなと思って買ったんですよ。これはうまいわ。これもいいよ。絶対おいしいよ。味の濃さを見たいな。
優勝だね。もうでしょ。うん、意外ともっとあっていい。で、もうちょっとやって、で、あとは塩コショウでちょっと深みを足して、で、終わりですわ。うわー、はい、できた、できました。あと5分、ルービー用意ベルハ、あ、ベルっていうこれさ、北海道のやつなんだ。塩して、結構タレチャーハンなので、ベチョベチョするのは当たり前としてですね。はい、もうすぐできますよ、皆さん待っててくださいね。で、俺は本当に憤ってますよ。あんだけ俺を焚きつけといて、誰もその俺と一緒に料理をしようっていうそのことにチャレンジしてない人が、チャレンジする人はいないということに、まっ、おいしい、これはうまい。最後ちょっとだけ胡椒して終わりです。で、この間にスープを温め直します。できた、やばい、すまん、すまんすまん世代はこれを言わないと。できた、ピンピピンピンピン、すまんすまん見てた、すまんすまん見てた、すまんすまん世代はこれができないと。いつかサンドパイできますかすいませんね、はい、はい、じゃあ本当はレモンチューハイでカウントパイしたんですよ。そこはやっぱり、はい、できました。ジンギスカンのタレ味付けのレタスチャーハン完成。生姜とニンニク、エリンギスープを添えて、はい、ということで、あ、優勝していきたいと思います。ここからはで、結構タレものなのでパラパラではないので、ね、うわ、うまそうだね。こりゃいいチャーハン作っちゃったな。これはちょっとね、皆さんもぜひとも、皆さんもぜひともっていうか、終わってたんか、白状物目、人に作るだけ作らしといて。おかわり用にちょっと取っといて、ごまとかあったら最高だな。はい、ということでちょっと食べる方に、あ、でもスープが温まってないわ。ジンギスカンのタレって言ったらさ、絶対あれじゃない、ニンニクとか入ってるじゃないですか。で、こっちも生姜とニンニク入ってるでしょ、スープも。もう最高ですよ。ウーバーで届けてウーバーで届けてっていう人がいる。おもろいな。いくらもらったらいいんだろう。ウーバーでまずここに人が来るってことでしょ。ウーバーイーツでーすって。はい、ということでよそっていきます。わー、こっちも生姜のいい匂い、すごいいい匂い。延長か。
やばい、1分前。あ、もうダメだ。ちょっと延長。15分ぐらい。15分ぐらい、15分ぐらい延長。ちょっと食べてみんなで。みんなでというか、優勝しないと。はい、ということで、ちょっと一回、実食編の方に移りますので、一回カメラ切りますね。ちょっとカメラが、この後、切り替わります。ちょっと待っててください。さあ、行くぞ。実食編だ。実食編、実食編、実食編で、実食編、実食編。実食編。なぜ僕らは傷つくことを知りながら見えない明日を探して。何色のパンツ履いてる？探している。ちょ、訴えないでね。皆さん訴えないでくださいね、今の発言。涙が空を叩くように流れてるか弱き光を放つ目に。落ちてますよ。はい、はい、お待たせしました。ということで、ちょっと実食していきたいと思います。まあ来るのか。いや、もう本当にね、あれですよ、まあとにもかくにも、いや、ちょっとまず実食しよう。言うて、くるるるる言うて。いや、皆さんと楽しくできましたね。本当に楽しかった。いや、やいのやいの言いながらやるのがね、本当にね、楽しいんだよね、結局のところ。はい、乾杯。皆さんも乾杯。お家での時間を最高に楽しんでいきましょう。なんかはい、じゃあチャーハン食べたいと思います。乾杯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 。ああ、どうなんだろう。おいしいよ。おいしい。おいしい。おいしいです。あ、うまい。ジンギスカンのタレがうまい。ほんでこれでしょ。ああ、優勝した。優勝ありがとう。これをみんなに見せたかった、今日は。俺はみんなでチャーハン作ってビール飲んで、みんなで優勝しようぜって、こういうこと。本当に優勝。本当本当。あのね、ジンギスカンのタレ美味しいです。単純に美味しい。でもやっぱりジンギスカンのタレだけだと、ちょっと、なんつうんだろう、大味というか、結構わかりやすい感じなので、塩コショウでしっかり、最後キュッとしてあげるのが大事かもしれない。甘くないっす、甘くないっす。あ、焼きうどんとかも絶対美味しいよ。確かに。タレ系はね、万能ですよね。ジンギスカンのタレも、このジンギスカンのタレもそうだし、めんつゆもそうだし、あと、まあ、エバラ黄金のタレとかね、ああいうタレ系はね、万能なんですよ、結局。どう？スープは？辛い。辛い？生姜がすごい。ああ、生姜がすごい。うん、これは。おいしい。あ、生姜がすごい刺激的な味。
うん。おぉ、ほんとだ、生姜がすごい。でもなんかこんぐらい嫌いじゃないです、僕。今でも俺思ったけど、なんて言うんだろう、そのできるできない云々観念にしてですね、できるできない、違う、その種類としてですよ、こんな家庭的なバンドマンいます？わかんないけど、家庭的だからすごいでしょとかそういうことじゃなくて、事実として料理作って今こうやって飯食ってるのをやってるわけでしょ。面白いね。で、田村さんはあれでしょ、全然そのいいでしょってわけじゃなくてですよ、状態として。うまっ、これがやりたかったけど、これを見てほしかった、みんなに。面白いのよき、そこにいる家庭的なバンドマン。あ、すき焼きのタレとかも絶対美味しいよね。だタレ系って美味しいんだよね。違うタレでチャーハン、じゃあそのタレチャーハン、そのタレ系チャーハンショールームをやる人ってなんて言うの？ほら、生きるんですって書いてあるよね。そうね、生きるんですです、生きるんですです次は何で優勝するの？それじゃ、もうあの、もはやあの、俺がね、この作って食べる人じゃないから、専門俺これじゃないから、次は何で作ろうかじゃなくて、全く別ジャンルで何かを皆さんにこう時間をね配信していきますからね。本当にレタスがまたいいね。レタスもうちょっと多くてもよかったね。まっ、うん、この口いっぱい頬張って、ね、これをビールで流すのがいいんだよね。結局よ、うちの娘の嫁に来てほしいという人がいるよ、娘の嫁だってさ、娘の嫁だって。3回に1回ぐらい優勝やろうよ。うん、楽しいね。いや、なんつーの、ある程度皆さんに、その皆さんというか、この間の配信で本当にあ、やりましょうよ料理、私もみたいな、こう並行して作ったら面白いですよねみたいな、でみんなで写真見せ合うみたいな、面白いですよねっていう方が何人かいらっしゃって、で、あ、それちょっと面白い、いい案だよねと思って、でやってみたわけですよ。料理作ってみんながそう、まあ作ってね、それ食べてお酒飲んでみんなで優勝みたいな、最高だなと思ったから今日やってみたんですけれども、その人たちというか、そのまあ、どなたがそういうふうに言ってたかは、まあ、その一人一人は覚えてないんですけれども、結局その一人も一緒に作ってる人がいなかったっていうことに関しては、本当になんていうの、遺憾ですね、本当に。うん、作ってたら見れないからねって、そのほら、それはそうだねいやでも言ったんだよ、あなたたちが。よく考えたけど、同時進行はコメントもギフティングもできないから、真面目。いや、だから真面目に考えたらそうだよね。もう何も言い返せなくなっちゃう。うまい。レタスチャーハン、豚バラも、ちょうどいい感じ。ね。うん。この口いっぱいほわって。
さっきも言ったけど これがうまいんですよね。一緒に作ってたらたこ焼きだけど、飯食って風呂入って出たら竹飯だったわ。もう終わってるやん、終わってるやん。もうスープの時にできちゃったの。こういうそういうなんかやり取りが面白いんだよね、生配信ってね。本当に面白い。応援してくれる人たちっていうか、単純にこの生配信を楽しんでるだけの人もいるかもしれないけどね。楽しいです、本当に。ありがとうございます。あ、結構辛い。竹内さん、ヤッホー。相本雄介、ヤッホー。見直したっていうコメントがありますね。ベースで見直してほしいんだけどな。でも結構そうね。まあこういう時に俺たちが何でもない姿を配信して、それを単純にさ、あの見たい人が見てね、楽しんでくれればいいなぐらいの感じなので、わかんないっす。皆さんの感想を操作することはできないのでね、楽しんでくれたら本望ですけどね。しんみりし始める竹蔵っていうコメントがあったね。こいつしんみりゾーン入ったなみたいな。玉ねぎの火力面白かったな。そう、面白かった。あのコメントで言ってくれなきゃ多分俺あのままあの火加減だったからね。絶対にスープ火弱くないですかっていう、何さんだっけ、メモさん、メモさんね、言ってくれて、あそこで今このスープが出来上がってますから、ありがとうございます。うん、生姜すげえ、うめえ。でもね、あ、キー君、キー君さんだ、そうだそうだ、キー君さんごめんなさい、キー君さんだ。メモさんはしっかりあのタイム、あ、ありがとう、タイムキープしてくれてた人。サンバちゃんの晩酌料理教室またやろう。いや、あのね、だからね、今日楽しかったですよ、皆さんとコメントでこうやってやり取りできて。俺が一番好きなのは何かっていうと、いそのただでこっちがお邪魔して美味しい料理とお酒飲めるのが俺一番最高なんで、誰かそれやってください、本当に。でも今度はね、何やりますかね、わかんないですけど。でもレタスチャーハンって美味しいよね。魚当て5種で、何魚当て5種って何、どういうこと。ファンの家で、いやだから本当にその状況はわかんないですよ。あ、大丈夫大丈夫、うん、ありがとう。ビールの汁が来そうな手尺さばき、洗濯物畳む姿みたいな。だってさ、何もしないでご飯が出てきてお酒が出てくるのって、あのクソ幸せじゃないですか。でもそれができるほどじゃないから、みんな遠慮するだけで、それができたら最高じゃない。だからそこを目指すのは、俺はそれできたら最高だよね。それを最高って言うことは悪いことじゃないじゃないですか。いや、そんなんできないから
ここで自分で作るしね。でもこれもこれでうまいんだよね。うまい。これは本当青がいいんですけどね。だからサリオンさん、サリオンアットレッド屋さん、ヨネスケさんがあの隣の晩ご飯を毎日が一番幸せですね。はい。毎日ご飯試着する側はしんどいけどね、まあそういうこともあるよね。でなんかそれがうまいことさ、回ったらいいよね。うん、うん、ごちそうさまでした。あー幸せ。ありがとうございました。うん、本当に俺がまあもちろんそのつもりで要はタイトルとかもつけてるわけですよ。そこに関してクレームは一切受け付けませんけども、チャーハン作って生ビールで缶ビールね、ごめん、缶ビールで缶&パイして優勝しよう、これが今日の目的ですから、これがもうすべてもう完遂されました、皆様のおかげで。今度はお寿司。お寿司はだってさ大変ですよ、用意すんの。でこれを皆さんとやってね、お酒飲んでる方もいらっしゃるのかもわかんないですけど、なんかこうみんなと一緒にねシェアできたらいいなっていうだけなのでね。優勝した、もう今日は優勝しました。尺3分の1はスープ30分スープだったもんね。スープでもう30分ってコメントしてくれただけ、誰だっけ、あ、小戸商事札幌支店さん、それは言えてみよう。コメント欄が酒の魚、本当にそう、そんな感じ、本当にそんな感じ。一緒に飲んでます。いやー、そういうのが楽しい。それもそれでね、楽しいですよね。いやー、なんか幸せだった。本当に、ありがとうございます。次は何やりますかね。次は、明日掃除？明日掃除で、暇なんですのね、担当ね。明日が掃除で、その次森ちゃんに連続で、また俺か。その、ごちそうさま風ウィリヒを。イリヒこれですね。ちょっと最後に滑っちゃったんだけちょっと気になっちゃうんですけど、ソジモリモリ、そう、うちのカレー20分でできます。それより煮込むスープ、いやそれはだ、今日のこの間はこの間の1回目の時はどなたか言ってくださったのかな、忘れちゃったな。酒とライダー、酒と女と、酒と涙と男と女みたいなことを、酒とライダーってその俺の趣味にあてがって言ってくれた方がいて、結構それが俺の中で MVP、 その MVP って言いますけど、みんなのコメントありがたいんですよ。その誰が一番とかそういうのないんですけど、まあ結構ガンときたのが酒とライダーで、で今日の感じはよかったね。スープでもう30分っていうのが面白かったね。で、あとは、スープでもう30分経ってるよっていうのと、あと、スープ火加減大丈夫っていうのと、あと、なんかもう一個ぐらいあったな。でもそういうのがありました。なんか配信してくれると、配信してるとね、コメントみんながくれると、
面白いその瞬間、しかもその面白い瞬間が別にそのコメントくれた人と俺だけじゃなくて、で今見てくれてる人たち全員とそれがシェアできるじゃないですか。やばいね、本当だ、スープ30分経ってるみたいな、そういうのがね生配信の面白いところであるので、結果スープの回だから2分の1スープだったら、まあそれはスープの回よね、それはね。そういうのが楽しいですね。まあ次はちょっと何やるか決めてないですけれども、この間ゲーム配信しようかなと思ってテストしたんですよ、日中に。で実は今日ゲーム配信しようと思ってて、本当はね。でもコメントで結構みんなが、この間の僕の1回目の僕の担当の回で皆さんがこうコメントを書いてくれて、でその俺の回何やってほしいみたいなの僕が言って、それに答えて皆さんが書いてくれたんですけれども、その中で別にゲーム実況ってなかったから、まあ、ちょっとやってみようかなと思ったんですけれども、でもここでこう皆さんが求めてるものと俺がただやりたいもののバランスってすごい難しいじゃないですか、正直。自分がやりたいことをなんかただやる、でそれを楽しんでくれみたいな打ち出し方もありだし、でも求めてくれてるやつをやるっていうのもありだし、でそこの結構バランス難しいなみたいに、まあふと思ったんですけれども、でも俺も、まあ、料理作るの嫌いじゃないし、でみんながこうやって言ってくれたし、ただ本当同時に作ってない人が一人もいないっていうことに関しては俺本当に怒ってないけど、一物あるからね一物あるからね、本当に。なんで一人もいないの、私一緒に作ってますのいないけど。あ、やばい、あ、そうだそうだ、ガリガリグリル、やかましいわ。はい、そうですね。ということで、まあそんな感じで次何やるかまた皆さんの意見を参考にしながら決めていきたいと思います。ということで今日はありがとうございました。最後に、今コメントでもありましたけれども、僕のその本日の予定みたいな動画を僕ね作ってね、日中に、僕の担当の回の日中に上げてるんですけれども、それで、その中に間違いが一つありますっていうのをツイッターでつぶやいてね、ちょっとなんかこう、引きみたいなのをね、作ったんですけれども、大した引きじゃないけれどもね、単純にね見てくれた人が楽しんでくれたらいいなと思って、作ったんですけれども、それの答えは、最後に僕はもずく酢と言ったんですけれども、そのコメントと同時に僕の横に出たあの画像はメカブです。当たった人いますか？いやでも結構いる？コメントで。あれ分かった人いますか？分かりにくい。違う違う。分かりにくいのが問題じゃん。ちょっと分かりにくい。違う。分かりにくいっていうのは、それ問題じゃん、それが。で、そのクイズで分かりにくいって言われたらもうそれ成立しないから、クイズとしてね。当たったっていう人がいる。あ、ほんとだ。はーい。あ、なるほど。へえ。当たってる人もいる。当たり、あ、いる。分かりづら、だから違うのよ。分かりづらいのが正解じゃん。分かりづらっていうコメントやめてよ。ほんとに。あれ、メカブ、やっぱり、メカブ。メカブだったんですね。俺、ほんとにそのコメントに憤りを感じてますよ、ほんとに。それな、ごめん。いや、いいんだよ。いいんだよ。で、そのコミュニケーションで言ってるだけだからいいんだよ。はい。ということで、そんな感じでした。フラチナリズムの暇なんです。本日は竹内の会ということで、竹飯&竹飲みチャーハン作ってね、ビールで缶&パイして優勝していくという、今日の時間でございました。もう、優勝できました。皆さんのおかげで。あのね、お違う、
おい、さっき思い出したわ。ごめんね、今なんか飛び飛びでね。今日の印象的だった、みんなでシェアするハイライト、後でツイッターでつぶやきますよ。チャーハンの回なのに付け合わせのスープですでに30分っていうのと、あとスープの火加減大丈夫っていうのと、あとコメントが酒の魚だよねっていう、なんかうん、そこかな、3つは。うん、でも皆さんの要はコメントが酒の魚だよねっていうのは、みんなのその別に今ちょっと印象残ったみたいなね、あえて印象残ったみたいなの言いますけど、じゃなくて何気ない皆さんの一つ一つのコメントが酒の魚になってるわけですから、ぜひともまたこう砕けた感じなので、うん、ちょっと他の3人がどういう感じでやるのか分かんないですけど、僕はこんな感じでやるので、なんかこう、はい、楽しんでいただけたらなと思います。それはそれで、それはそれでですよ、楽しんでいただけたらなと思います。ということで、フラチナリズムの暇なんです、今日は竹内会でございました。見てくださった方、コメント寄せてくださった方、ありがとうございました。明日もありますので、ぜひともそれはそれで楽しんでいただけたらなと思いますし、まあ、合わせて竹内のね次の回も楽しんでいただけたらなと思います。ということで、皆さんそれぞれまだ9時半ですからね、それぞれまあ寝る時間もねあると思いますけれども、優勝してまたその現実に立ち向かっていきましょう。現実に立ち向かっていくためのなんかこう、うん、増強剤じゃないけど、そういうものがエンタメだと思ってますので、まあそんな感じでね、またお会いできたらなと思います。ということで、さよなら、ありがとうございました。終了してんのか、これは。終了してるか。